1>, 1個前ぐらいなら忘れないけど3個前ぐらいなら忘れるゆうときのトヨコです。今日紹介するのはこちら SH フィギュアーズ、エースキラー銀河にちっちゃい5つの星セットでございます。 今までのウルトラアーツでこんな <laughs> バカデカな箱のやつがありましたがね。いや、はもらってマジでビビりましたね。やらかした後ちょっと思いましたが、めちゃくちゃでかいっすね。この箱ね。なんか紋圧でもこんなにでかいやつそうそうないっすけども、裏面こんな感じでございまして、まあね、付属品がね、バカみたいについてるんですよね。まあ、エースキラー本体もそうですけども、この十字架がね、5本ついていたりだとか、エフェクトパーツもなかなか 多いですねそしてエースロボもね再現できるということでマジでねウルトラアーツ市場でもボリューミーな内容になってるんじゃないかなと思います動画も長くなりそう開けていきますよともう画面に収まらないですねマジででかいし重たの取り出すのも一苦労ですねよいしょ いや盛大に事故りましたけども、2段のブリスターになっておりまして、こっちがエースキラー本体のパーツとエースロボでございますね。で、このね、十字架ですよ。マジで表。チェーンやら何やら色々細かいパーツもついて、5つの十字架がね、ついておりますよと。横に並べなくても、普通にちょっと重ねて箱のサイズちっちゃくして欲しかったところではございますが、もうボリュームすごいですね。とりあえずエースキラーの方をちょっと開けていきましょうか。こっちもこっちへね、 贅沢に余白を使ってるので、ね、なかなかのものですよということでこいつが主人公エースキラー本体でございますいやーエースキラーのフィギュアなんて で僕も久々に触りまず、お顔はこんな感じでございます。なんとも言えないこのデザインのね、エースキラーのフェイスを造形しております。めちゃくちゃクオリティ高いですね。色味も綺麗ですね。このゴールドっぽい色合いも塗装は非常に綺麗でございます。で、クリアパーツのこのグリーンの目もめちゃくちゃね、澄んでて綺麗なんですよね。悪いやつとは思えないね、瞳をしておりますが、エースキラーの造形 十分じゃなないでしょうかと敵ながらも、ね、非常に人気わあ、いいね。顔めちゃくちゃかっこいい。ボディはこんな感じで、意外とあれだね。細身な感じがする。ウルトラマンたちと比較すると、やっぱりちょっと体の太さ的には貧弱かなと思いますね。で、この胸のクリスタルもクリアパーツで、このゴールドのね、アーマーもね、ちょっと歪んだ感じの造形とかもすごくいいんじゃないでしょうかと、表面のボコボコ具合、 でもよく表現されております素晴ららしい肩アーマーから腕はこのようになっておりますはいはいはいと、左腕はね、このように指がカギ爪状に長くなってるんですよね。ここもしっかり再現しておりますと、で、各種アーマーもね、しっかり造形されております。右腕はシンプルな腕首パーツとなっております。交換用手首パーツ、指長いやつは、指を揃えたやつと、ちょっと曲げたやつの何かの持ち手首パーツですね。ちょっと長すぎて何がなんだかわかんない。 右手は開き手パーツ、指を揃えて、鍵爪めのようにしたやつと、持ち手首パーツかな、が2種類付属しております。で、おパンツから、膝のアーマーで、足のパーツですね。いや、なかなかここもね、このおパンツ周りが非常によくできてると思いますよ。ここも歪んだね、凸凹の造形、めちゃくちゃお見事。で、つま先はこんな感じでね、指針器のように尖っております。背中から見るとこのようになっておりまして、まあ、申し分ないでしょう。非常によくでき さすがウルトラアーツ満を持してねウエイスキラーを発売しただけあって本当に気合いが入っております。 ということで、SH フィギュアツ、エースキラーね、細かく見ていきました。まずは、エースキラー本体でございますが、めちゃくちゃクオリティ高いですね。もう、これだけでもね、商品としてマジで成り立つぐらいの見た目をしておりますよね。素晴らしいと思います。でも、あれだね、エースキラーだけが欲しくて、十字架別にっていう人にとってはきついセットですよね。2万ぐらいするんでね。ここはまあ、ほんと、バンダイのやり口だなと思いますが、いや、でもかっ、 こうは本当にね、目の色とかも綺麗ですし、このね、アーマーの造形もね、非常にクオリティが高いので、さすがね、ウルトラアーツといったところじゃないでしょうかと、クオリティが高い。やはり怪獣とかね、宇宙人系はね、気合い入れて作ってますよね。素晴らしい。ということで、可動範囲見ておきますか。まず、首の可動は、ここは一回転問題なしで、上方向がめちゃくちゃ動く。下もすごい動くので、首の可動優秀ですと。肩の可動は、 こんな感じで水平まで上がりますし、回転もまあ問題なし,し、パターマーは腕側についておりますね。で、肘もしっかり曲がるし、ロール軸もありますと、腰の回転もまあそんなに問題ないですね。で、開脚は、 このね、パンツみたいなやつが軟質素材なので、関節引き出せばこのぐらい開きますよと。で、膝も曲がるし、設置性もある程度ありますね。可動域も優秀なエースキラーとなっております。こちら、エースキラーの武器ですね。名前はわかんないですが、お馴染みのこの形状しっかり再現してますし、シルバーの塗装も綺麗。武器持たせるとこんな感じでございます。は、すんなりとね、持たせることできましたと。持たせるときは、ここのね、分割がね、あるので、それをね、使って、 まあね、これは結構ね、ほんと、よくわかんない武器ですけども、かなりおなじみ、エースキラーといえばなね、武器でございますよね。しょっちゅう持ってるイメージありますからね。マジで武器も含めて塗装が綺麗すぎる。はい、比較してみましょう。こちら SH フィギュアーズウルトラマンエースでございます。はい、エースキラーでかいですね。身長差は結構 ここううパッとと見でででねねねねあるるように感じますすすれれウルトラズレ並べららの嬉しいめ、ね、めちちちゃゃくどっちも、ね、クオリティは高めですから、ね、うわ <laughs> マジで劇中スーツっぽくて、すごい嬉しい。このサイズ感もね、強敵感あっていいんじゃないですかね、このエースキラーね。いやー、いいね、いいね。マジで待望でしたわ。こちらは、スペシウム光線エフェクトでございます。ウルトラマンの力を使ったね、攻撃技を再現できるようになっております。手首パーツはね、武器を持った状態で撃ってるので、その状態を再現することができます。 エフェクトつけてみましょうか。手首外して、まあ、そのまんまつける形にはなりますね。まあ、若干硬いですね。この状態でこの武器を持たせてあげると。こういう感じで再現することができます。エースキラーのスピシウム光線再現できますと、かっこいいね。これね、ビーム技をね、奪っちゃうね。このエースキラー音絶望しかないですよね。あのシーンとかね。エフェクトパーツ、ちょっとパーツが効いてる感じなので、割りかし遠近法を使えば飛び出てるように見えます。 いますね、ああ、かっこいいな、これ。普通のウルトラマンでもこれ付属してほしい。ウルトラセブンから奪ったエミリウム光線エフェクトでございます。こちら、造形もカラーリングも綺麗ですね。根元はこんな感じになってて、指に挟む形で取り付けます。エミリウム光線に関しては、このね、長い指の方の人差し指と中指の間に挟むと、ここだよね。まあ、指の形状に合わせた溝があるので、こういう感じでね、あ、割りかししっかりついてくれますね。で、あとはポーズを整えれば、 エメリウム光線を出すレースキラー再現でいきます若干ポージングね難しいですね武器持ったままねクロスしてるのでちょっと調整が億劫ではございましたがこれが再現できますともうほぼ顔見えないですけどねでもエメリウム光線自体は1位置を整えればしっかりまっすぐ伸びてる感じになるので十分再現度は高いんじゃないでしょうかとでこちらがゾフィーから奪った M87 光線のエフェクトでございますなかなかこれね先端が重たい ので自立させるの難しそうまあ、あとは特に説明は不要かと思いますのでこの M87 光線のエースキラーを再現できますこれでも武器持ったまんまでございますねやっぱりねこの先端のね球体がまあまあな重さあるのでちょっとバランス取らせないと自立が難しいところかなと思いますこれで飾る場合は台座は必須かねこちらはジャックから奪ったブレスレットを付けたエースキラーの左手首パーツですね細かいところまで再現しております手首パーツ の交換はですねこうやって腕を取ってこのねグローブパーツをパっ,ってあげますと、とっとっとちょいちょい固めかなで形状が決まってるので合わせる形でつけますとあっって意外と勝手ちょっと待って硬い はい、なんとかハマりましたね。思ってる以上にね、ちょっと硬かったですね。まあ、一回つけたので穴が広がると思いますが、心配な人はちょっと温めた方が良さそう。ブレスレットをつけたことでね、ウルトラ4兄弟のね、力を勝手に奪ったね、エースキラーを再現することができます。うん、あえてウルトラマン2世と呼びますがね、手首をね、ポンってやるだけでね、映るんですよね。いや、なかなか便利な機能だなと思います。ほんとちっちゃな変化ですけども、こういうパーツが付属。 するのも嬉しいじゃあ次は今回の付属品の大目玉であるこの十字架見ていきましょうかと結構でかいんですよねこれねなんかこれが家にいっぱい置いてあったら僕キリスト教に間違われそうですね僕はキリスト教ではありませんとでこれ上部にはね各ウルトラマンのウルトラサインがありましてこれはウルトラマンのものですねまあねこれ塗装されてないのかな成型色っぽくて若干 質感チープではありますねかなりプラスチック感はありますが背面とか見ると本当におもちゃ感は出ておりますと、正面はねザラザラしたような質感になっておりますねはいはいはいとでこのね台座もありましてこの岩石の造形とかも良好じゃないですかねこれも塗装はされてないっぽいですねはいはいはいめちゃくちゃ軽いですで外すこともできるようになっておりますねなんか軸みたいなのもありますが結構硬いなこれ動かすのなので軸があるので 若干なんか傾けて立たせるようなな感じもできますねあなんかこっちの方がそれっぽく見えますね。はいはいはいと。これがね5本付属しておりましてこのマークがウルトラマン若干。 これががゾフィーーででセブン最後がエースでございますということで、合計5本付属しております。基本的には造形全部一緒かなと思いますね。台座もね、同じだと思います。マークだけが違いますね。で、マークのね、解説もね、こんな感じで説明書でありますので、僕みたいなにわかも間違えずに済みそうです。十字架にはね、このウルトラマンを固定するための補助のね、アームも付属しているので、しっかりウルトラマンを固定することができる になっておりますで、アームはここに蓋があるので、これを外してあげる。結構これも硬いな。もうちょっとすんなり取れると嬉しいですね。で、アームをつけてあげると。しっかりつくところは嬉しいですね。そして、ウルトラマ本体を巻きつけるためのチェーンも付属しております。なかなかの数ですね。一つの十字架に対して、長いのが2本、短いのが2本使うようになっております。うわー、取り付けるのが大変そう。じゃあ、早速やって 見ましょうか。じゃあマンニーさんを十字架にかけましょうかと説明書だと頭取るっていう風に書かれてるんですが、まあ、取らずにできますのでやっていきます。まずはこのアームにねウルトラマンを固定します。結構しっかり固定されますね。そんでチェーンがねこんな感じであっ で、これは短いやつ。これは長いやつ。ということで、もうバッと見わかんないですよね。短いのか長いのか。チェーンはですね、長いのが首と足。短いのが両腕という形になります。じゃあちょっと足つけていきましょうか。この輪っかのところにね、まずチェーンを通す形になりますと。いや、撮影しながらやるの難しいな、これ。はいはい、通りました。で、こうやって足をぐるっとして、で、輪っか。 があるのででここににね留め具で留めめ具ていく形になりますとはい、こんな感じで、ロックできましたね。まあ、割りかしね、ゆるゆるではございますが、雰囲気は出てるのかなと思います。で、次は首ですね。これも同じ感じで輪っかに通してあげますと。で、首にぐるんとしてあげて、で、ロックすると。結構ダダーもあるんですよね。なので、こうやってなんか通してあげれば、そんなにプランプランしなくていいかなと思います。はい、こんな感じ。で、あとは腕ですね。 腕は短いのを使いますよと、これもこういう風に通してあげる。で、説明書だと二重にね、巻くと書いてあるんですが、ちょっとね、二重に巻いてからロックするの難しいので、先にロックします。で、この状態でクロスさせて、で、腕と十字架に、 通すと二重に巻かれた状態になりますねそれでも結構いいブランブランだけどねで反対側の腕も同じなのでやっちゃって完成させていきましょうということでできましたウルトラ4兄弟十字架にかけましたとなかなかのねインパクトありますよねここ当然何十年経ってもねこれは受け継がれるビジュアルのインパクトさをウルトラアーツでもついに再現でございますあ,あのチェーンつけるとやっぱめんどくさいですねやっぱり絡まったりするので扱いは注意かなあこれはまたイン インパクトありますねなかなか撮影スペースに収まらないですが、ウルトラアーツ最高でございます。ということで、みんな大好き。エネルギー映す遊び。ウルトラマンのスペシウムエネルギーをエースキラーに映せ。ビ,ビビビビってやつですよね。簡単ですね。で、ゾフィの M87 光線のエネルギーをエースキラーにああ太陽でございます。セブンは、なんだっけ、エメリウムエネルギーをエースキラーに映せって言ってますよね。で、ウルトラマンジャックに関してはね、ウルトラマン2世と呼ばれてるんですよね。ウルトラブレス。 ブレスレットエースキラーに映せでございますよペーンってやるだけでねブレスレットが映るわけですよいやとんでもねえね強敵ですよね兄弟たちのね一冊技のねエネルギーを奪っちゃったわけですからねいや本当にこのビジュアルはすごすぎるな十字架四つですからね 次はエースロボットのパーツ見ていきましょうかと、こちらお腹につけるパーツでございますね。腹巻きパーツでございますと、形状とかも特段問題はなさそうですね。一番大きなパーツなので、造形も良好でございます。こちらは首のパーツでございます。首輪でございますね。こちらも問題はなし、造形マジで細かいね。で、パッパ見ていきますが、こちらが二の腕のパーツ、手首の上あたりのパーツ、太もものパーツに、常につける パーツですねということで、各種エースロボットのパーツ見ていったので、つけていきましょうかと。まずは首のパーツですね。首はですね、普通にエースの頭をもぎ取りますと。うわー怖いな。で、ここに首のパーツを、まあセットしといて、この状態で頭戻すと。入るのか、これ。あ、先に首にはめた方がいいね。で、トサカ注意しながらはめ込むと。あ かカチッとは言わないな。あ、いったいった。いや、怖いですね、これね。エースも発売して数年経ってるんで、今更こういうパーツ来るとね、ちょっと外すのが怖いところですよ。で、お次は腹巻きいきましょうか。腹もですね、これね、分割しなきゃいけないんですよね。あ、足取れた。びっくりした。あ、また足取れた。え、う、え、ん。取れましたね。ちょっと足戻しとこう。 マジで力の入れ加減注意しないと違うとこ壊れそうで怖いですね。で、お腹のパーツをつけてあげて、向きとか注意でございますが、こんな感じでね、ぴったり形状がはまるようにはなっているので取り付けることができます。で、こうやって。 はい、つけられたと。あ、しっかり腹巻き巻いてますね。お次は腕のパーツですね。腕はですね、手首外してあげて、こうやって通すだけ。これは、まあ、簡単に取り付けられますねと。はい、問題なし。手首パーツ戻してあげると、こういう感じですね。まあ、ちょっとね、位置がずれるとゆるゆるになってはしまいますが、そんなに問題はなさそう。色釣りとかどうなんだろうね。ちょっと怖いですね。で、最後、足のパーツでございますが、説明書通りだと、足首の、 伸ばしてあげてで通すような形になるらしいですが通るんかこれそんなにね広くはないぞこれあ通った通ったでこういう感じで太ももの定位置に持ってきてあげるとこの辺だよね同じくスネのパーツですがこれはねこういう感じでスリット入ってるのでで軟質スパーツなので広げてあげると取り付けることができますこれは簡単ですねということで腕も付けられてこっち側もつけてね完成させていきましょうはい完成しました エースロボットでございますまさかウルトラアーツ乾燥でねこれ再現するとは思わなかったですねまあ形状とか見た目の再現度も非常にねいいんじゃないでしょうかとマジでボリュームがねますからね普通に強そうな雰囲気のあるエースロボットでございますと取り付けに関しては首と腰のパーツを外すことになるのでそこがちょっとね怖いところ冬場とかでやるときはね気をつけた方が良さそうですねあとこの太もものパーツもねやっぱ 足先から入れていくのちょっときつめなところがあったので、このすねみたいにね、スリットで開くタイプでもよかったのかなとは思いますがね、保持力の問題とかもありそうですが、まあね、ここまで再現できるのは嬉しいですね。おそらくエース発売時点である程度想定はしていたとは思いますが、ほんと、数年かかっての再現ですよ。いやかっ すごいっすね、エースロボットね。劇中ではね、ヤプール人が一人は二人作れるぞといったね、エースのま、偽物ロボットという立ち位置でございますが、エースキラーの実験体としてね、使われたものでございますね。あっという間にバラバラになっちゃったからね、非常に可哀想なね、キャラクターではございますが、人によっちゃね、これパワーアップ形態に見えますからね。なんか腹巻きだけでもやっておくと、すごい強そうな雰囲気はありますよね。なんか昔、こういうウルトラマンのおもちゃありましたよね。こういう装甲をつけて遊ぶ的な やつねいや、かっこいいと思うけどね、僕はね。偽物ウルトラマン系でもエースロボットはめちゃくちゃ好きですよ。もちろん、メタリウム光線を放つエースロボットも再現することができます。まあ、若干ね、この腕のパーツとか干渉するので、ちょっときついですが、まあそれ以前にですね、僕のエース、ほら、こんな感じで、ちょっと肘がね、緩くてね、保持力ないんですよね。これはもう補修するべきところかなと思いますね。まあ新しいの買う気にもそんな 慣れれなないののでこれはもうバーニッシュの出番かなやっぱエフェクトちょっと保持できないのは問題ありだわこちらはスペース級エフェクトでございますウルトラマンエースに使うねこのウルトラ兄弟の力を得て放つこのビームエフェクト付属しております非常にカラフルで綺麗でございますねスペース級エフェクトをつけてみましたと割かしこれもまた手首パーツちょい固めなので取り付け注意でございますねしっかりねエースのねこのトサカの部分に エフェクトつけることもできるのでこのポージング再現することができますね。か これね、最強技みたいなところですからね。マジで、色が綺麗でカラフルですね。あとはね、こういう感じでビームエフェクトを使っているエースロボットボッコボコにするシーンが最近することできます。スペシウム光線を放つエースキラー。次はエメリウム光線を放つエースキラー。で、M87 光線でね、爆発資産するエースロボットというところでしょうかと、ついにウルトラアーツでもね、この残虐シーンを再現できるようになりましたね。ジャックのね 技もね。出してはおりましたが、エフェクトパーツとかそういうのはないので今回はやってないですが、本当に強敵なエースキラーをね。表現しててね。面白かったですよね。本物のエースにはかなわない。ウルトラ兄弟の力を得て、スペース9を放つエースに負けるね。エースキラーでございます。といや名シーン大体再現できるのめちゃくちゃ楽しいですね。いや、後ろのね。兄弟たちのこの背景がもうね。様になってるんですよね。インパクトマジで強すぎるな。ウルトラアクトとかで。も こういうういいシーンね再現できたたんじゃななかかったかなそういえば何年後しかのウルトラアーツカですからね。最高のセットでございます。名付け親のエースと同じ状況になるウルトラマン Z みたいなことをやってみました。マジで想像力膨らみますね。ジードとセブンとゼロとレオということでね、師匠たちと兄弟子がね、人質に取られた状態でエースの力の入ったベータスマッシュで戦うっていう、かなかなか我ながら重い状況ですね。これいいわ。でもなんかこう、後ろ見るとゼロとか絶対十字架 十字架はね、ある程度同じぐらいのサイズであれば、ウルトラマン以外もね、貼り付けることができるので、こういう遊びもできますよと、悟空を十字架に貼り付けでございます。スーパーサイヤ人状態ですから、普通にちぎれそうですけどね。このぐらいのサイズ感であれば、まあ、足も、まあ、まあ若干 <laughs> 長いですが、両腕とか頭の位置とか問題ないので、こういう風に鎖でね、繋げることもできます。楽しい。世界観的にも も意外とマッチしそうなエヴァ初号機を十字架にかけております。<laughs> リリスとか欲しくなりますね。これはマフェックスのエヴァ初号機でございますが、足に関してはダダ余りです。そして十字架とか意味がなさそうな人も十字架に貼り付けることできます。もう遊びの幅は無限大だわ。 ということで、スイッチフィギュアーツ、エースキラー、銀河に散った5つの星セットでございましたけども、なかなかのボリューム、2万円超えるだけのね、ウルトラアーツっていうだけありますよ。本当にね、最大級のボリュームとなっていたと思います。エースキラーに関しては、非常にクオリティ高いですね。マジでかっこいいですね。造形も塗装も良好でございますし、可動範囲も優秀なので、しっかりね、様々なアクションだったり、ビームを放つエースキラーを楽しめるんじゃないかなと思います。 す。本当にこれはねかっこいいところでございますでその他の付属品まずエースロボットのパーツでございますがまあ感想はねちょっとね怖かったんですけどもやったらやったらやっぱりボリューム増してねあれもあれでかっこよかったですね十字形に関してはやっぱり貼り付けに関してはねちょっと とめんどくさいですね。鎖をね、巻くっていう作業があるので、どうしても手間が発生するところではありました。で、鎖もね、使わないとき保管方法はやっぱ気をつけた方がいいですね。絡まったりするとだいぶめんどくさいので、付属していたビニールの中に収めておくのが一番かなと思います。十字架はもういろいろね、遊びの幅もあるのでね、ウトラマンだけじゃなくてね、いろんなフィギュアをね、貼り付けにしていけたらなと思います。まあ、唯一何点と言っていいのかわかんないですが、エースキラーだけ欲しいっていう人も 多分いたと思うんですよねでもこのセットなのでやっぱりお値段的にもなかなかするのでねそういう人にとってはちょっと微妙なところだったのかもしれないですエースキラーの本体のね出来が良かったのでもったいないなと思いましたね、まあ、僕もお財布が痛いではございますが買って満足かなと思います本当にボリューミーで最高でございましたということで僕のチャンネルではこれ以外にもウルトラマン系のフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますソリダイトピでしたありがとうございます